女水会館一般社団法人、女水会は、一橋大学の講演等を目的とする団体である。東京都千代田区一橋に、地上14階、地下2階の高層ビル、女水会館を所有している。学士会館の端向会に位置する。女水会の名は、来期の、君主校、阿波女水に由来する。会員同士の良き交流が継続することを、期してつけられた。 命名者は渋沢栄一。東京高等商業学校専攻部廃止の文部奨励に対し同行の全校生と同窓会が抗議し、学生総退学決議がなされた親友事件を受けて結束を固めるため同窓会館が設立されるに伴い、1914年に同窓会の名称を貯水会とした。1916年に文部大臣より、 設立許可を受け、社団法人となった。これまで、図書館建設や、都は経済研究所支援のための東京商科大学小学財団の設立、財団法人一橋大学講演会の設立、金松行動の改修、一橋大学基金の支援など、一橋大学支援活動を行ってきた。一橋大学学生、教員に対する海外留学援助制度は、 留学先の学費のみならず、往復旅費や、月6から8万円の題材費まで支給する。その他、学生のゼミナール活動に対する助水会館での飲食費補助、助水会館での新入生歓迎会の開催、各会で活躍する OB を招いた寄付講義の開講など、その援助の対象は多岐にわたる。会館の利用は、一般開放されており、ウェディングから、 記者会見まで、多種多様な行事が行われる。初代、助水会館1914年、母校支援を目的に設立される。1917年、一橋に、図書館建造し大学に寄付。1940年、東亜経済研究所支援のため、東京商科大学小学財団を設立して、大学経費9年分に及ぶ、寄付金を集める。 1950年、一橋ファンドを設立し、1956年には、伊藤藩いよいよ学長が、村田昭三理事長や関礼の助相談役らに諮り、文部大臣の認可を得て、財団法人一橋大学講演会となる。1962年から、海外留学奨学金制度を開始し、後に、明治産業の協力を得て、 一橋大学海外留学奨学金制度となる。1989年、卒業祝賀会を開始。1991年、新入生歓迎会を開始。1992年、国立市東に、外国人研究者宿泊施設、女水ゲストハウスを建設し大学に寄付。1994年、初代学長。 佐野前作による佐野書院を建て替え大学に寄付。1999年小平キャンパスに女水スポーツプラザを建設。2003年には一橋大学のシンボルである金松高堂が女水会の募金活動によって全面回収された。この時の募金額は10億円に上った。また石広光理事及び清水経典理事の提案で 100億円を目標とする一橋大学基金が設立され、江頭国織次長が募金支援会会長に就任。2004年2月より特に若手卒業生を対象に、社団法人、助水会平成卒業生の会という名称にいて、積極的に若手による活動を展開中。ありがとうございます。